皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1989年公開の、リーサル・ウェポン2、炎の約束。現代、リーサル・ウェポン2。監督はリチャード・ドナー。脚本はジェフリー・ボーム。主な出演は、メル・ギブソン、ダニー・グローバー、ジョー・ペシ、など。ロス市警のリッグスとマータフに、長年 FBI が追いかけてきた巨大麻薬シンジケートの経理士ゲッツの身辺警護という任務が下った。あまり気乗りのしないリックスとマートフだったが、ゲッツが殺し屋に襲撃されると、事件は急展開していく。というストーリー。前作からガラッと変わって、全体的にコメディー色が強くなったシリーズ第2作。作品トーンの変更を象徴するかのように、本作以降レギュラーキャラとなるジョー・ペシ扮するゲッツが今回初登場。ただ肝心のストーリーは、外交特権のアイディアはいいものの、それが活かしきれず、結局ありがちな展開に落ち着いて先が読めてしまう。途中の取ってつけたようなリックスの恋愛エピソードも気に入らない。ということで、評価は。